アロハー、ハワイの天方エバンです。本当にご無沙汰の投稿になっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はもうここ2、3ヶ月ぐらいすごいちょっと仕事が忙しくて、あとハワイのコロナも落ち着いてきたんで、子供が、運動をやり学校やり忙しくなってきて、また送り迎えが忙しくなってきたっていうのがあって、ちょっとドタバタしたんですけど、今日は、我が家で今やってるレノベーションの、途中報告っていうのかな、途中結果をちょっと報告したいと思うんですけど、よいしょ。はい、今ここは買った時にはちょうどラナイだった場所なんですけど、ここにこうやって僕のオフィスを作っています。今どの段階かっていうと、最初もともとあった屋根が飛び出てた部分の解体して、床取って、でフレームって言ってこう木で枠を作って、それで今度は窓を入れて、あのこの特注の窓ですね、こういう窓を入れて、あとはその後電気屋が来て電気の配線をして、例えばこういうスイッチとかね、こういう配線をしてですね、でその後このインソレーションをして、断熱材、そして、今上ちょうどドライウォールをつけているような段階です。でこれで壁もずっとドライウォールして、その後ペンキをやって、で壁と天井が終わったら今度は床にフローリングを入れるという段階なんですけど、これものすごい今時間経っちゃって、もう本当になんていうのかな、プッツン切れそうになってるのがなってからもう数ヶ月経つんですけど、去年のもう本当秋ぐらいに終わるのかなと思ってみたら、もう今年も3月になってしまいましたね。もうハワイ9年目になりますけど、慣れてるはずなんですけど、どうしてもこのペースの遅さにはなかなか慣れません。でもね、いつかできる、業者もお金持ってとんざらしてるわけじゃないので、いつかできるということで今、辛抱強く頑張っているところです。というのも、これがもしできたら、なんとこのオフィスからシャララーン、海が見えちゃうからです。こっから海を見ながら、ちょっと仕事にならなさそうですよね。どうですかこれ。正面に見えるのこれダイヤモンドヘッド、ずーっとこう運転してアイナハイナだからハワイ海抜けて、今こっちのうちの方なんですけど、海からに行く、直接行ける、市道ですねもあるので、そこから歩いてタコ行ったり、まああそこで今日ちょっとブレイクしてますけど、あそこもポイントなんで波乗りしたりとか、あとはね今年いよいよボートを買ってこっから海に出れるようにしようかななんて野望を持っております。本当にもう本当はできてからサプライズ的にビデオ一本作りたかったんですけど、この調子だと秋ぐらいになっちゃうんで、今日は途中経過ということでビデオを作ってみました。それでは I will see you in my next video. アロハ。